おはようございます、吉田さん。いやでもさすがですね、分割といえども120万をしっかりと受け止めてくださる方がいるのはこの1年間、そしてひいてはですね、この5年間、10年間、15年間の吉田さんの足跡が全部積み上がった結果だと思います。人っていうのは短絡的なんですよね。今やったことが今日にでも結果にならなければ、それはインチキだとか詐欺だとか無駄だとか思っちゃうわけなんですよ。いやけど私たちは40年かけて40歳になりますよね。50年かけて50歳になりますよね。その1日が欠けたとしても50歳にはならないし40歳にはならないわけなんですよ。となると今日1日を積み上げることっていうのがものすごいね、圧倒的な40歳や50歳を作り上げるってことを考えないとなぁと、気づかないとなぁと思うわけですよ。ちなみに速稼塾なんですけども、だいたいね、一括で払う方ってのはね 20% ぐらいですね。 15% から 20% だと思います。で、儲かったから払うって人がプラスで 40% です。つまり結果的に30万以上、もしくは30万じゃないけども儲けたっていう人が、あ、やっぱり儲かるよね、ちゃんとやったらすごいよね、じゃあこれからも儲かりそうだから先に全部払っておきます、残金どうぞって形の方がプラスで4割だから、 60% ぐらいの方が満額の30万を完了してくださってますね。だからまだね、支払い途中の方が残り 40% です。で、私の場合は頭金3万円を払っていただいたプラスで残りの残金を払っていただくための仕掛けをいくつかしてまして、それが途中の教材販売なんですよね。これは去年やったことなんですけども、 FX の教材を出した時に、まあ、定価は29万8000円、速稼塾塾生は、まあ、ある程度の割引を設けたんですけども、速稼塾の塾費用をもう完全に払っちゃった方っていうのはさらに割引ですよって感じで、確かその時は29万8000円をですね、5000円とかで売ったと思うんですよ。そうするとどう考えてもこれ残金払った方がいいよねって形になるんで、払ってくださるようなバイアスが働くってことで、まあ資金回収のためのね、いろんなきっかけを作っているってことになります。まあある程度ね、私のコンテンツに信用いただいている方なんで、払っても損はないよねっていう風な価値設定は、価値回収はできてるから、それが残金の支払いっていうところにつながるんだと思いますけども、まあなんかこうフランクに考えているようであって、まあ割と緻密なところはあるんだなと自分なりに感じてるんですけどね。まあだから私としてはすごい回収はできてるなと思うんですよ。だからこそ未だにほとんどセールスをせずにやっていくことができますし、これでもしね、回収率が悪ければ、私はね、セールスをもっともっと月に1回とか2ヶ月に1回とかしてると思いますね。それから場合によっては速稼塾の残金払ってない方、これを機会にお支払いいただけませんでしょうかみたいな感じでやったりとか、アップグレード版をね、速稼塾のやつ作ったりとかね、するかもしれないです。まあアップグレード版はちょっとね、やろうかと思いますけどね。速稼塾の進化版で隠居道みたいなやつをね、隠居になるための稼ぎ方みたいなやつ、結局は速稼塾ということですけどね。ちょっとまあその辺も考えてますけども、まあすぐにやんなくてもいいかって感じなんでね、今ちょっと間を置いてますけども、そんなとこではないでしょうか。まあでも吉田さんもそうですけども、一発で100万とか売れる日って来るんじゃないですかね。私の場合は100万のセールスをするときに、なんか商品1個も買ったことがない人が、初めて買ったのが120万の商品でした、100万の商品でしたっていうのは、2名の方がね、その時は3名か3名の方がそうだったですね。速稼塾の100万の商品をマスターマインドっていうプログラムを販売した時に、12人の方に会場にお越しいただいて、6名の方が購入していただいたんですけども、そのうちの3名の方はまっさらの初めての速稼塾の商品買う方でしたね。他の方、他の3人の方はリピーターだったんですけどね。そういうことがあったかなっていうところですね。これからますますちょっとね、皆さんに必要なものを提供できるように、世の中本当に生きづらくなってきましたんで、真剣に考えていかないとなと思っているところでございます。引き続きよろしくお願いします。いらっしゃい。